ル5年9号、10号の読み切り連載を経て、翌2016年13号より本連載を開始。2017年43号からは、作者の体調不良のため各週連載、同年48号から長期休載となり、2018年38号から連載が再開され、2021年12号をもって完結した。作者の連載デビュー作で、 手品をテーマにしたショートギャグ漫画である。1ページ漫画形式が取られており、数個のミニストーリーで構成されている。メディアミックスとして2019年にテレビアニメが放送。また、漫画4コマパレットでは異世界転生を取り扱った初端作画によるスピンオフ、異世界先輩手品先輩はこの世界でもポンコツなようですが2020年1月号より、 連載開始したが、同年5月号の掲載を最後に救済が続いている。タネム高校に入学した、とある一年の男子生徒。タネム高校では、生徒は部活が強制なため、いわゆる帰宅部志望だった。男子生徒は、やむなく部活探しをすることに、楽そうなクラブを探している。最中、偶然廊下で、科学準備室を目の前にして、楽しい記述部の張り紙を目にする。 太その部室を覗いてみると、そこには、廃部寸前の記述部でたった一人の部員である、可愛いけど上がり勢でドジな先輩がいた。そしてそのまま強引に手品の助手にされてしまい、学校内外でことあるごとに、中途半端気味な手品を披露する先輩との日常を繰り広げていくことになる。タネム高校に入学してから1ヶ月が経ち、正式にどこかのクラブに入部しなければならなくなった。 男子生徒は先輩によって強引に記述部への入部届を提出させられるも人数不足のため学校から正式に部として認められなかった。そのため科学準備室の隣の科学教室を部室にしている科学部の部長、部地さんの行為により表向きは科学部に入部することでとりあえずは先輩と共に技術部として活動を続けていくことに。 その後、転校生で3年生の先と、その弟の正志が記述部に入部したことで、女子の担任でもある先輩の姉を顧問に迎え、正式に主無高校記述部として活動できるようになった。2019年7月から9月まで、東京 MX 他にて放送された。2019年12月3日にブルーレイボックスが発売された。原作漫画同様、 一話ごとに細かいタイトルカットで区切る形式をとる。異世界先輩手品先輩はこの世界でもポンコツなヨーデスに関するカテゴリー。ありがとうございます。